これいいなぁ。うおーあこれね、これ僕の予想なんだけどさ、これ。 どうも、泉圭みです。普段このチャンネルでは、デックの紹介してます。こんな感じのトランプありますよって紹介してるチャンネルなんですけれども、今日紹介するデッキはですね、かなり楽しみなね、デックなんですが、それが何かっていうと、こちら、進撃の巨人バイシクルデックになっております。これがね、ツイッターでかなりバズったんですかね。非常にね、話題のデックで、でね、僕これ作られたね、このブルジュラさんってところから、7月ぐらいに情報をいただいてて、まあ、これ、ありますっみたいな感じで聞いてたんですけれども、あえてね、 僕ね、中身、データ見てないんですよ。至られたデータ見てなくて、どんな感じなのかね。まだね。 知らないんですよ。ちょっとね、気になるのでね、ちょっと開けてね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思いますね。こちら開けていきましょうではね、ケースから見ていきたいなと思いますが、バイシクル、プレインカーストありますが、進撃の巨人と会って、巨人がね、ドドンと乗っておりますよ。絶望した時だね。な感じになっておりまして、横はね、ブルジアさんね、今回作られたね、会社名前乗っております。メイドイン USA ですね。で、反対側にはね、んなに入れないっていっぱい書いてます。USB-C とありますよ。で、お尻のところにはね、2021年、KY 性とあります、まあそれは当然だよね。な感じになっているんですけれどもバックがね、じゃじゃじゃんこんな感じなんですがめっちゃかっこよくないですかいいねいいねこれはねちょっともう期待せざるを得ないんですけれどもねこのクロージャーシールもねオリジナルになっております非常に非常に楽しみなんだけれども果たしてねどんな感じなんでしょう ケースの紙さん、売クと変わりませんね。いつも通りのものになってて、特に何も加工はなさそうですね。全く普通の感じになっております。で一応ね、この講段社さんのね、シールはね、このフィルムについているようですので、まあ気になる人はね、このフィルムを剥がしてもいいかもしれないんですけれども、デックの保管のためにはね、このフィルムはね、皆さんちゃんとキープしておくようにしておいた方が、 いいと僕は思います。ではね、開けていきましょうい。さあ、では行きますよ。果たしてどんな感じなんでしょう。ごっか一丁。果たして果たして。まずフェイスから見ていきたいんだけれども、どうしよう。これ多分ね、これフェイスはね、いっぱいなんかね、デザインされてると思うんで。うわ、これ悩ましいな。これどっちから見たらいいんだろう。いっこれフェイスから行こうかな。フェイスから行こう。おおちょっと待って。いきなり、いきなり来たね。 これさ、どこまでネタバレになっていいのかわかんないから、これ基本的には言いません。基本的には言いません。まず巨人がいまして、おっ、二人いますね。こんな感じになっております。ジョーカー、いいね。このジョーカーは、これ熱いんじゃないいい感じになっておりまして、そして、おおかっこよー <laughs> いいね、スペードのエースが <laughs>。いいね、いいね。な、なって、んなになになにあ、えなにこれスペードになんだけれども、あの、本ですかもしや。 あの本ですかででこんな感じあ、デザインは倍縮、おー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 変わってますね。倍縮ると同じかと思いきや、ちょこちょこ変わっておりますね。なるほど、なるほど。でね、僕はね、これね、あんま気にならないんですけれども、 こういうね、なんてこの半券系のね、こういうデックっていうのは、このクレジットがね、これデックのデザインに載ってたりするんですけれども、今回のね、フェイスにはね、そんなのは特にありませんので、まあ、僕はね、気にならない人ではあるんですけれども、もし気になる人からしたら、かなりのね、朗報なんじゃないかなとは思いますね。そして、あ、いいね。マフラーね。マフラー。これすごいちゃんと、この、この絵なんかスペルでかいな。超でかいんだけれども、マフラーでして、そして、 いいね。鍵ね。鍵だね。鍵だね。で、んで、で,で。おーおーおー F だ、絵なるほど。アルミン来ましたね。僕はいまだにね、アルミン女の子だと僕は信じてますよ。んで、んで、ミカサがあって。このなんかミカサなんか、ちょっとなんか、スタイル違うね。なってて、そしてエレンですね。なるほど。おー、かっこいいね。この絵札の感じはいいぞ。ちょっと待って。てことは他の絵札も全部違う感じなのかと思いきや、お、なんだ。ダイヤのエース。かっこよ。ちょこちょこ違う感じいいですね。いいね、いいね、いいね。 こんな感じになっててん、んこれなんだこれえわからんいかんこれなんだこれこれちょっと、これちょっとわ <laughs> からんぞ。なんだなんだうわーこれ、多分ね、コメント欄で指摘されそう。これちょっと僕わかんない。そして、あ、これサシャですね。んで、んで、お、いいね。兄がいて、からの、ベルトルトの、んベルトルトだったっけそしてライナーですね。そして次、クローバーなんですけれども、ジャンだね。馬顔ジャンからのサシャの、そして、ここに、いいね、いいね、この絵札の感じ。 F なの感じ。いいね。そして、んこんなのあったっけこんなのあった。わからん。あ、これはリヴァイだね。はいはい。こんな感じからの、はいはいマークあって。いいね。なんか、ちょこちょこ楽しませてくれますね。こんな感じになんか、ちょこちょことアレンジされてる感じは。いいね。これ面白いね。うわ、これね。僕ね、このデザインはね、多分ね、このデザイナーの人ね、思いついた時にね、かなり企画会議盛り上がったと思います。もう容易に想像できるね、その会議の様子が。 これは、これ危ないやつだね。危ないやつからのハイハイな感じになっておりますよと。んこれはあれか。あの、パーのあれだね。あの、いつもなんか、な、んだったっけ <laughs> な感じになってて。そして、じゃあハートの A そして最後、ジョーカーがまた来ておりますね。おいいね。ジョーカーが4枚ついているようですね。 4枚のチョーカーはね、それぞれ巨人のデザインになっております。非常にかっちょいいですね。これいいね。かっこいい。<laughs> そして、この絵札なんだけどね、絵札もまたね、これかっちょいいですね。これ書き下ろしなのかなちょっとそこまではね、わかんない。でもなんかパッと見書き下ろし感あるんだよね。どうなんだろうなんかね、違う感じだと思うんです。ベースはアニメになってるのかな漫画ではないですね。原作とは違う感じだと思うんですけれども、こんな感じのファンにはね、かなり たまらないものになっておりますね。この絵札はね、もうこれだけでも非常に、非常に楽しいんじゃないでしょうか。じゃあ次はね、バックをね、見ていきたいなと思います。果たしてどんな感じなんでしょうまあ、この感じだと思うんですけれども、実際ね、ちょっと触ってみたいなと思います。いきますよ、せーの。果たしてどこいしょうほうほうほう。 かっこいいね。シンプルかっこいい。まずね、デックのデザインとしても普通にかっこいいんだよね。で、結構ボーダー太いんだね。なるほどね。これはちょっと意外だった。もうちょっと細いかと思いきや、結構これ太いですね。で、広げると、どうだおー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 おかっこいい <laughs> あ、いいね。あ、これいいな。おー、あ、これね。これ僕の予想なんだけどさ、これ緑色のなんか限定バージョンとかなんか出るんじゃないこれ。バイカラーとかになって。 あ、これかっこいいね。あ、普通に、普通にいいわ。かっこよ。あ、ボーダー太いからね、ちょっとファンバイはあんましないですね。あとこの角っこのところもね、独特なデザインになっているので、そんなになんかね、このファンに関してはね、まあ、そんなになんか映える感じじゃないんですけれども、テーブルスプレッドだとどうかな。まあ、これはなんか普通だね。いい感じになっておりますが、かっちょいい。とにかくね、バックデザインがかっこいいわ、これ。これはね、普通に、 普通にいいデザインだと思いますので、あ、ここ、ここにはね、クレジット載ってるんだね。まあだからバックデザイン的には、一応ワンウェイにはなっているのかなそうですね。まあでもほとんどわかんないと思うんだけどね。だからマジック的にもね、使いやすいんじゃないかなと思うんですけれども、いいね。あの、剣がね、ここにね、っておりますね非常にかっちょい,い感じになっておりますよ。これよくないですか混ぜるよ。混ぜると、おー、普通にえ、普通にかっちょいいじゃん。てかなんかこの、なんとこのエンブレム系の、 バックデザインってあんまりないよね。なんかロゴ系は多いんだけれども、かなり、かなりいいぞ、これ。 これはね、<laughs> 熱いデックなんじゃないでしょうか。普通にいい感じだと思いますまあ、原作知っている人からしたらね、まあ、あの、まあ、進撃の巨人のファンの人からしたらね、めちゃくちゃいいデックだと思いますし、知らない人でもね、これもまずデックデザインとしていいと思いますし、興味引くんじゃないかな。普通にいい感じじゃないかなとは、個人的には思います。まあ、マジック的にもね、全然使えると思いますよ。まあ、特にね、キャラクターのね、カードになっておりますので、まあ、それなり、ね、なんていうと、この物語とかね、 考えたりしてね、できてもいいんじゃないかなとは思いますね。これは、これは普通にいいデックだわ。まあ、最後にね、ちょっとカーディストリーバイをね、チェックしたいんですけれども、このあたりちょちょちょ下手い。 カーディストリー的にはどうかな普通かなどうだろうじゃじゃんまあ普通だね。まあ、そんなになんかめちゃくちゃに映えるわけではなさそうです。まあ普通にね、かっこいいデックだと思いますので、まあコレクターの人とかね、あとマジック好きの人とかはね、これかなりいいんじゃないかなと思いますし、まああとね、さっき言いましたけれども、進撃の巨人好きの人からしたらね、かなり胸厚なデックなんじゃないかなとは思います。個人的にはね、めちゃくちゃ大満足ではあります。普通に良かったです。 最後はこちら品質の比較をしていきたいなと思います。両方とも u s b c k y 製ですので、まあ、特にね、違いはないと思います。触った感じがないんですけれども、比較しますよ。まず厚みですが、厚みはどうだ変わんないですね。倍式に比べた厚みに関しては同じなんじゃないかなと思います。 では次は滑り具合なんですけれども、滑り具合に関しては変わりませんね。USB-C らしいパサパサしたものになっておりますので、まあ、このあたりはね、変わんないですね。まあ、バイシュクル品質が好きな人からしたら、全然ね、違和感なくお使いいただけるものなんじゃないかなと思います。では次は硬さの比較なんですけれども、硬さに関しては変わりませんね。普通って感じではあります。まあ、このあたりも特にね、バイシュクルとは違いはないんじゃないかなとは思いました。 では次はファローの入る具合見ていきましょう。ファローさんに関してはまあ問題ないですね。これ多分トラディショナルかなモダンじゃなさそうですね。バックでね、スコーンと入る感じになっておりますので、まあ、ファローに関してはね、まあいつも通りって感じではあります。全然問題なく入りますね。では最後はこちらエンボスの具合見ていきたいなと思います。エンボスの具合に関してはまあ変わりませんね。まあ普通ですよ。まあこのあたり USB-CKY ということですので、まあ特にね、バイシュクルとは違いはないと思いますね。見ててもね、まあ特に違いはないと。 皆さんもね、納得いただけるんじゃないでしょうか。まあ、普通って感じではありますが、皆さん的にはどうでしょうはい、ということで本日はこちら、進撃の巨人バイシクルデック見てきましたが、いかがでしょうかめっちゃいいね。まあ僕がね、そもそも進撃の巨人ね、好きっていうのもあるんですけれども、にしてもこれはね、 これはいい。いいデックだね。バイシクル好きのね、まあデック好きの人もね、いいと思いますし、気に入ると思いますし、何より F だがね、すごくいいので、進撃の巨人ファンの皆さんもね、もしかしたらね、 めっちゃ気に入るんじゃないかなとは、個人的には思いますね。いや、これはね、もしかしたら2021年ベストデック入るかもしれないね。これ、個人的にはね、めっちゃいいなと思いましたが、皆さん的にはどうでしょう。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画ね、役に立ったと思ったら、高評価、あとコメントでチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。イ